はいこんばんは桜坂46が世界一大好き893チャンネルですはい今日はですねあの桜坂46のまあ、選抜メンバーフォーメーション発表があったということで話題になってるんですけど今日はねあのこの子このねあの情報をね皆さんに共有するためにまあ、急遽動画を撮らせていただいてるんですけどはい と、まあ、いうことでね、まあ、早速その選抜メンバー発表したいんですけど、はいまあ、バディーズの皆さんのために撮ってます、はい、で3列目は、まあ、左から的の宮尾この子は今回初めてありましたね、はい、で大園霊で中島柚月井上里菜がま選抜復帰 でますもとキラちゃんも三列目でで松村リーナちゃんがまあキャプテンの松村リーナちゃんがまあ三列目恥ってことでで二列目はモリ、えー、アレナ、えー、山下ひとみつき田村ほの、えー、谷口愛理で村井優村井優まあ本当にあれですねあの桜坂46はあの二期生が本当に勢いがありますよねはい。 でセンターはまあ、山崎天ちゃんでまあその横を森田光と藤吉かりんが挟むって形なんですけどでこれが新曲のあの,あのジャケットなんですけどはいでこのねフォーメーションについて思ったのはこれゴミだなと思いましたね。はいというのも山崎天みたいな可愛くないメンバーをセンターにしたらもうそれこそオワコンなんですよ。はい でしかも森田光は、まあ、顔はいいけどまあ、背が低いからチビだしで藤吉かりに関しては、まあ、顔がねもうマイナス70点だから、まあ、こんなねあの可愛くない子をね、まあ、あのフロントに置くのはねもうほんとゴミだなと思いましたね。はいつーかさあの可愛い子、まあ、例えば田村ほのちゃんとか森谷れなちゃんをフロントとかセンターに置くとかだったらわかるんですけど。 なんでこんなあの可愛くないメンバーをフロントに置くのって思いますね、はいまあ、3列目はね妥当ですけど1期生が1人も入ってないっていうのが、まあ、本当にあれですねあの世代交代という感じですね。はい、で前回アンダーで今回入ったあの3期生はマトノちゃんだけだったんで、はいまあ、なんかあんまり面白いそいフォーメーション発表ではなかったなと思いますね。はい それにしても、まあ、あのこのね、山崎店がセンターというのはね、ちょっとありえないなと思いましたね。はい